聞いてください。出会いもあれば別れもある。長い長い時を共に過ごした友達と遠く離れ会えなくなる、そんな涙拭いて花びらが焼き消してくれ、季節にそれが散り終わる時には新しい顔が桜が咲いて君に出会ってそして別れてまた人は強くなってゆく、君との出会い君との別れこれからも続いていくんだ。笑顔が増えて思い出になってこれからの自分の人生という本がよかったっすね、今の。これいいんちゃう？よかったっすね。